おはようございます。ちょっと顔がむくんでる。おはよう、おはようございます。ちょっと前髪失敗しちゃったから直したい。テロップ書いてます。オッケー。おはよう。ちょっと1分遅れちゃったんですけど、ごめんなさい。顔がむくみすぎてめっちゃ寝起きみたいな顔してる。寝落ちしそう。大丈夫ですよ。寝られたかい？まあまあ寝られましたね。何時寝たか覚えてない。寝起き、寝起きは寝起きだけど、すごい起きたてみたいな。ちょっとだけ前髪直してもいいですか？あ、でもこれでいいか、うん、寝起き感あるよね。ちょっと声がまだガサガサだけど。ドボン当たらなかった？じゃあこの配信が終わった後もドボンタイムにしようかな。ドボンタイム しますね。あ、アミちゃん100サイリウムありがとう。え、アミちゃんってあのアミちゃんだよね。ありがとう。朝ごはんは何かというと、春雨、スープ春雨です。これを毎日食べてます。あ、ドボンのコメント分かりました。なんかコメントしました。あ、ハートありがとうございます。ハート毎日、そう、これ毎日毎朝食べてます。辛くないですよ。辛いの苦手だけど全然辛くなくて、本当に毎日食べてます。もう何個もストックしてあって。あ、あのアミちゃんだよかった。やっほー。おはよう。え、みんなこの時間起きてるんだね。美味しいの食べて。これ本当に美味しい、美味しいので、スープ春雨、担々味。なんかすごい顔パンパンじゃない？ドボンのコメント早速使いこなしてた。そうできたんで、ヤッホーってやりました。あ、4番さんも起きてる。おはよう。5時に予約。早起き、そう、早起きです。これは辛くないですよ。辛くないです。昨日、あ、そうだ、昨日ドボンタイム配信終わってから30分やってたんですけど、一人だけ推しの方と会いました。
見てるかな。ゆきちゃん下当たったらヤホユキスタンプしてますって。お、あれ持ってるんですね。みんな使ってくれてますか。当たらないって。この後もリップ以外ほぼすっぴん。あ、そういえばメイクちょっと眉毛ちょっと変えたくらいですね。リップは本当に血色ないんで、リップはしました。血色ない、ちょっと血色が、あ、確かに普通になんかそのまんま着てたけど。あ、ハートありがとうございます。ハートたくさんありがとうございます。朝配信は普段と違う人が来てそうなので自己紹介。あ、リップはそうロマンです。でもいつもは、あ、これ、これを今はこれ塗ったんですけど、いつもは違う色塗ってます。こっちのこれは24番を使ってます。今は7番、赤。こんにちは、平田ゆきです。埼玉県出身の17歳じゃない、やばい、19歳です。好きな食べ物はどうしよっかな。よく食べてるものはこのスープ春雨の担々味とゴールデンキウイをよく食べてます。リップね、たくさん持ってますよ。リップたくさん持ってます。コスメ集めるの大好きなんで。ゆきちゃんの公演見てみたいから本店行ってみようかなって。あ、どこのグループの推しの方なんですか。24番持ってる。え、お、一緒だ。これめっちゃ可愛いよね。可愛い。なんかこれの四角のバージョンも持ってて、あのこれのもう一個新しいやつかな。でも結局この色が可愛いなって思ってこの色に戻りました。でもまた新しいの出たよね。フォローしたら1718になっちゃう。あ、フォローお願いします。17歳なの。で、間違えた。最近なんか頭の中で15歳とか思い浮かんできて、あ、やばい、なんか自分の年齢の感覚分かってない。それ、そう、気持ちは17歳なの。気持ちは17なのかもしれない、まだ。あ、バラありがとうございます。なんか顔テカってない？大丈夫かな。髪の毛乾かすの何分くらい。髪の毛乾かすの20分くらいかな。長い方かな。うん、めっちゃ長いんで、こんくらい、うん、こんくらい見えない、こんくらいあるね。そう、長いんですよ。あ、お話し会2日間ありがとう。でありがとう、本当に2日も来てくれて、もう合計で何十枚も、本当に嬉しい。サインも、サインすごいありがとう。また来てね、あみちゃん。あ、はじめましての、はじめましてだ。おはよう。朝はエリちゃんに似てる？嘘。
1719までは許されるわけ。え、どういうこと、どこい何人まで行ったらダメなとかあるんですか。お、17でもいける。え、17歳ですっていけるかな。なんで15ね、なんかまだ。でも15歳ですって言ってた頃があるわけじゃないですか。それがまだ残ってるのかもしれない。残りすぎだ。気持ちは、そう、気持ちはもう高校生。あ、身長と足のサイズ、身長は157で足のサイズは23かな。最近ね、なんか足のサイズ成長したんですよ。23か 3.5 くらいになったかな。17期の19歳で17。あ、そういうことね。確かに。それじゃあもう、え、でもみんなまだお願いします、お願いします。6時半に家出るから一旦ガチ準備。え、早っ、頑張って。あみちゃん、また夜じゃない、お昼、お昼待ってるね。おはよう。あ、みんななんかすごい起きてる。フォローしちゃいました、ありがとうございます。フォロー、おはよう。朝ごはんまだ食べてないです。エリちゃんと同い年もいける。え、16歳、16歳もいける。16歳、何年前だ。3、4年前、4年前か、ほぼ。おはよう、初見ですって。はじめまして、憧れの先輩、うん、たくさんいるんですけど、一番は柏木由紀さんです。力こぶのサイズ、力こぶのサイズ、腕、でも全然ない、全然ないかも。腕の力は本当になくて、腕の力ないんですよ。足はまだ成長中。いや、もう止まったかな。23から 3.5 くらいで止まったと思います。いけるけどサバ読んだらあかんよって。でも逆に若いままなのは嬉しいけど、気持ち17歳なのはそれはそれで、まだ若いってことで、ね、嬉しいけど、逆に大人っぽく見られたいんで、気持ち、逆にサバ読んで20歳とか21歳ですって言いたい、本当は。あ、ゆいとさん、タコありがとうございます。ピンクのタコありがとうございます。なんかあれ、このイベントってピンクのアイテムが出てくるんですよね。ありがとうございます。タコ、休みだからゆきちゃんのために起きた。わざわざありがとうございます。お休み、今日お休み、わざわざありがとうございます。109にその顔、褒めてる、それ。なんか嬉しいのか嬉しくないのかわからない。朝ごはん今から何作るんですか。あ、ゆいとさん2個目ありがとうございます。タコさん、あ、初見の方が多い。確かに。朝、てつさん、だるまありがとうございます。皆さんショールームフォローお願いしますって。けんぞさんありがとうございます。みんなフォローお願いします。まだ寝ない。
19歳なんて15歳みたいな、もう、でも19歳と15歳結構変わりますよ。だって15歳が中3高1で、19歳は学年で言ったら大学2年生の代なんで、0202です。2002年生まれの9月3日です。だから再来月で20歳になります。おはよう。柏木由紀さんと話したこと、お話しさせていただいたこと何度かあります。めっちゃ優しくて、さらに憧れが強くなりましたね。はい、直接話してみて。50カウントだけですが終えてきます。お、ありがとうございます。初見さん、カウント早起きしたらゆきちゃんの配信見られて嬉しいな。嬉しい、早起き、みんな偉い、早起きしてて大人っぽい、ね、嬉しい。なんかこの年齢だと若く見られるよりも上に見られたいです。だから20歳、そう、9月で20歳なんで、逆に17歳とか思われた方がちょっと嫌かもしれない。気持ちは若くいたいけど。埼玉で力なくてサバ読み大好きで、ゆきりん推しで絶対に前髪は出さない。絶対に前髪は出さないってどういうこと？ま、それちょっとサバ読みはしてないです。サバ読みはしません。ちょっと違うかな、力も。まあ間違ってはない、間違ってはないけど、ちょっと違うかな。研究生ちゃんたちはまだ個別、そうですね、個別の SNS のアカウントはまだないですね。最初の握手会、一番最初に握手会行ったのは板野友美さんです。褒めてるの？109褒めてる？元オタですか？元 AKB グループオタクです。顔が俳優みたい？俳優みたい？俳優、女優さん顔？同い年で親近感あって17期の中で教える。おや、ありがとうございます。嬉しい。同い年なかなかいないから嬉しいです。言われすぎて飽きてると思うけど、ドラえもんと同じ誕生日。そう、ドラえもんと同じ誕生日です。ドラえもんと友達になりたい。誕生日一緒だし仲良くなれそう。先週のお話し会で初ゆきりんサイン手に入った。14年目にして初、すごい。逆におめでとうございます。いいな、すごいね、14年目で初なんだ。成人式は来年です。来年度です。ネゲニーナと同級生って感じ。嘘。あ、アミちゃんハート、ハートありがとう。
準備終わったなの？おでこの間違い、いやおでこ全然出しますよ。レッスン中とかたまに前髪上げてます。韓国人が好きな顔、え本当に嬉しい。でも韓国人のお顔大好きです。韓国人の方だった。ともちんかって、そう板野友美さんの一番、もう全員で一番初めに行った握手会が板野友美さんです。ソロコンサートとかも行ってましたね。ショップ店員さんに美人だから、あそういうこと、そういうことね、嬉しい。それだったら女優も、え演技本当に苦手で、演技本当に苦手なんですよ。あ50完了です、ありがとうございます。17期は平田さん応援してます。としさんありがとうございます、嬉しい。あまたなんか背高そうって言われた、背高そうですか、よく言われます。全然高くないんですけど。成人式楽しみ、楽しみ。なんか毎年見てた側だから、全部がもう全部が楽しみ。あタタンさん星ありがとうございます。流れ星、流れ星、これありがとうございます。小島春さんの香水大好きなんだよね。そう小島春菜さんのハーリップトゥーの香水を全種類持ってます。マジで顔シュッとしてて天才ですわ。本当になんか輪郭あんまり好きじゃない、あの嬉しい褒めてくれて。でもちょっとなんかこうフェイスラインっていうよりは、目がむくみやすくて、とても今日は目がパンパンなんですけど、ちょっと寝起きだなと思ってみてください。あどしさんありがとう、かわいいのやつありがとうございます。本当にむくんじゃって。その時って何歳だった？って握手会ですか？小3くらいかな。ギンガムチェックの握手会が初めてなんで、小3くらいかな。オルガン坂で演技向かったから、あれちゃんとできてたかな。モデルさんみたいな顔だから余計背が高く見えるかも。嬉しいです、背高く見られるの嬉しいけど、実際会ってちっちゃってなられたらちょっと嫌だな。身長は60センチくらいですか？160の間違いかなこれ。あでもほぼそうですね、ほぼ160です。ちょっと持ったら160。ぶっちゃけ眠いですか？ぶっちゃけね、始める前は眠かったけど、ショールーム配信始めてからはもう全然大丈夫、元気です。眠そうに見える？準備終わった、家出るけど熊だから7時まで見る。あーやったー、じゃああと30分。30分なあ、早いな、もう26分。釣られてまう。モデル顔、本当に嬉しい。髪の長さはこんくらい、
長め、なんかもう長すぎて切ろうかなって思ってきたけど、自分的に自分の中でなんか長ければ長いほど可愛いと思ってたんですよ今までは。ヒール履いて170くらい、そういつも13センチくらいのヒール履いてるんで、あの 毎日そんな高いのじゃないですよ。けど坂本里奈ちゃんと友達、里奈ちゃんと友達です。小3、そう小3の時に初めて、小3か小2はないかな、小3小4くらいに初めてです。銀河マジック、おたわりきれいゆきちゃんが先輩だった。あ、本当に10年前。あ、まえちゃんさん星ありがとうございます。カラフルな星、流れ星、あ、かわいいな、いつもありがとうございます。学生さんの、あ、でも私は学生じゃないんで19歳なんで8時以降もできます。だから今日は、あ、でもみんなお昼はできるのか、8時以降みんな、今日は11時50分から13時20分までやります。また今日はね、これ今日の朝の1時間とお昼の1時間半で今日は終わりです。夜はちょっと練習があってできないので。切っちゃうの？いや、切るって言ってはないけど、ちょっとなんか長すぎるかなと思って。髪長い方が好き？本店以外に、そう HKT48 の坂本里奈ちゃんと仲良くさせていただいてます。ほぼ同じくらいかも、おたれき、あ、本当に、ね、小2くらいから好きになったんで10年くらい。好きでいたらダメですかって、好きでいなかったらダメです。20時22、いや、あ、違う、11時50分です。あ、お昼の11時50分から、お昼の11時50分から13時20分までです。今日はあと、てつさん、タコありがとうございます。ボブ一択？ボブは中3以来してないです。待って、これコメントめっちゃ遅れてる気がする。あ、アミちゃんハートありがとう、ハート。目の下のキラキラかわいい。え、目の下のキラキラ、目の下のキラキラつけてないですよ。りーちゃんさん、バラありがとうございます。ゆきちゃんはショートしたこと、ショートって言ってもこんくらい、ボブくらいですね。中3の頃お腹減ったなって、ねえ、お腹空いたね、朝ごはんまだ食べてないからお腹空いてきた、がっつり食べたい。確かに朝って一番食欲がある時間じゃないですか。なんか朝ごはん食べない人結構多いけど、逆に食べないとやっていけないですよね。ロング、なんかそう、やっぱりな、もうね、長ければ長いほど可愛いと思ってたけど、最近そう、こんくらいあるんですよ、こんくらい。
長すぎてこんくらい切ろうかなって思ってました。その春雨腹持ちいい？うん、いいと思います。ちょっとこれ冷めちゃうかな。でもいつもはこの春雨を食べ終わった後にこのスープにご飯を入れて食べてます。めっちゃ美味しい。もったいないからね、汁も捨てちゃったら。25センチ切ったらどんくらいになる？こんくらい？もうボブだね。みんなロングが好き？締めまでしてる。そう、ちゃんとね、最後まで捨てずに食べてます。増菜そう、このスープが美味しいからね、もったいないでしょ、捨てちゃうと。ロングが似合いそう。ロングです。春雨は伸びないけど柔らかくなるけど、ね、いつも固めが好きでお湯入れてすぐくらいに食べちゃうんで、ちょっとこれ時間経ってや、あの終わって食べる頃には柔らかくなってそうです。ロングだとヘアアレンジたくさんできそう。そうなんですよ、ロングだとヘアアレンジとかいっぱいできるから可愛いんですよ。エリちゃんに髪切っていいか聞いてみる。エリちゃんなんて言うかな。エリちゃん髪切ろうと思うんだけどどう思うって言ったよ。なんて言う？いいんじゃないって言ってくれそう。でも多分あんま髪今切りたいですって言ってもオッケー出ない気がする。公園でジッパーとかだったとして、ジッパーやりたい、めっちゃ可愛いよね。ジッパーやりたい。3人で春雨のバリ方、そう、麺、ラーメンもバリ方が好きだから春雨もお湯入れて 1,2 分で食べちゃう。カップラーメンも、あ、カップラーメン3分待たなくて1分で食べる。3人、ジッパーって3人じゃないですか。あ、ちょっとあまり買わないでください、そう言われちゃう。せっかちな方、めちゃくちゃせっかちです。 NMB48 さんめっちゃ好きなんで、山本美香奈さんめっちゃ好きです。その山本美香奈さん系統めちゃくちゃ好きです。タイプせっかちの雪音好き。本当にもうダメなところなんですけど、 NMB のコンサートで美香奈がジッパー、見たい。なんか残ってるかな、映像倉庫とかに上がってくれないかな。あ、みーちゃんさんだるまありがとうございます。アメリカから、ニコラさんアメリカから見てくれてありがとうございます。アメリカいいな、アメリカ行ってみたい。そっちのダイブに見える？本当？ドボンおしめにしてやってます。タッキーくんありがとうございます。じゃあいつか一緒に対戦しましょうね。今日もこの後、この配信が終わった後ドボンやるので、アーカイブ配信されてる？あ、アーカイブあれかな、 DMM
え、見たいな、めちゃくちゃ見たい。あ、ともおさん、ハートありがとうございます。え、ゆきえり推しって書いてくれてる、嬉しい。ゆきえり推し、大人っぽさ感じる、やった。山本美香さん会えたらもうめちゃくちゃやばい、本当に嬉しすぎる。それは吉田あかりさん、吉田あかりさんも好きです。もう吉田あかりさんの B アイドルは新作出たら絶対買ってます。発売日にすぐ買います。アイシャドウもリップも。エリとは、エリはエリちゃんのエリじゃないですか、多分さっきの雪エリは。ゆきとえりちゃんのペアを押してくれてる方、ゆきえり推しだって嬉しい。ナンバザールっていうコース DMM じゃない、何で見れるんだろう。橋本えり子ちゃん、そう橋本えり子ちゃん、雪コンビ、あ、雪コンビも押してください。雪コンビ、星狩りに来ました。一歩さん、星狩り、星集めに来たんですか。あ、目が乾燥する。なんか私も雪エリ好き。お、嬉しい。絶対エリちゃんも喜びますよ。そろそろ家出るね。あ、行ってらっしゃい、一星さん。頑張ってね。お仕事かな。エリねえ、エリねえ、エリねえってなんか聞き慣れないな。星集めに来た方は釣りましょう。よかったらついでにフォローしてくれたら嬉しいです。私もゆきえり推しです。お、何人かゆきえり推しがいる、嬉しい。おはようって初見さん、え、キョロちゃんかわいい。はじめまして、竹まつるさん、おはようございます。はじめまして、羽鳥さん、おはよう。あ、実はさっきキウイを切りました。まだ食べてないんですけど、キウイを。ちょっとこれ切りました。ゴールデンキウイ。家の研究所の後ろの絵にエリちゃん、ユキちゃんのあやあ傘、そう、あれエリちゃんが描いてました。アーカイブ調べたらライブ割と高かった。ちょっと見てみようかな。美味しそう。自分で、そう、自分で切りました。どうですか、自分でさっき切りました。平雪推したい、春雨しか簡単、春雨しか簡単、平雪推したい、いいね。アットマーク、アットマーク、うまそうね。えキョロちゃんかわいい。キウイはそのまま食べる、そのままこのまんま食べます。美味しそう。頑張ってね。
器もこれハートです、ハートのお皿。料理は普段はしないかな、そんなにしないです。おはようやで、おはようやで、まゆちゃんがいる、おはようやでって。え、キウイってこのままじゃ食べないんですか？なん、え、キウイ逆に何つけるの？つけるとしたら指切れないで天才でしょ。しかもね、まな板使わないで切ったから、うん、素手で、あ、素手じゃない、包丁で、手、あの、まな板使わないで切りました。食べたい？食べたい。え、砂糖かけ、そういう食べ方もあるんだ。でも確かにゴールデンキウイはね、甘いから砂糖かけたら糖分が大変なことになりそう。あ、アミちゃんまたハートありがとう。ハートたくさん今日は。そのまま食べるね、そのまま。え、クリームとか確かにケーキに入ってるもんね。蜂蜜？え、蜂蜜も美味しそう。確かに普通の緑のやつだったらちょっと酸っぱいから、砂糖クリームとかいいかもしれないね。素手はやばい。え、間違えた。これ素手でやってたらもうすごいよ。どんな手してるのかって感じ。キウイの口になったけどいいね、バナナしかない。え、見たら食べたくなりますよね。でも色が一緒だからバナナとほぼ一緒、ほぼ一緒、全然違う。あー、お待ちの人多そう。配信中食べていいの？あ、そろそろ仕事行ってきますって。頑張ってください。ロンリーボイスさん、朝から見てくれてありがとうございます。朝の飲み物は水か牛乳です。みかんにギャル好きだからゆきちゃんのこと。え、でもギャルじゃなくないですか？全然全然。フルーツはあと一番桃が好きです。桃とアメリカンチェリーといちごとみかんと巨峰のぶどうとあとは梨とブルーベリーと、ジュースは飲まない、ジュースは飲まないですね。今日の帰りはサクサクパンダにキウイで決まり。お、じゃあ一緒のものを食べましょう。あ、そうだ、レモンも好き。朝晩は桃フラペチーノを飲みました。じゃあみんなにキウイをあげ、え、なんか柔らかくなってる。とこれで OK？ ありがとうございます。じゃあそのまま食べよう。いただきます。おいしい。
食べちゃったみんなの分。やっぱもう朝は絶対フルーツですよね。サウスポー、サウスポーです。左利き、食レポお願いします。柔らかくて赤ちゃんもおじいちゃんもおばあちゃんも食べられます。あとは甘いので、甘くて種がつぶつぶしててとっても美味しいです。目にキウイ入った近すぎて食レポやってみたい。あ、僕も左利き。左利きです。イエーイ。スポーツバスケやってました。バスケも左でやってました。右のドリブル本当に苦手で、なんかめっちゃ注文してくるじゃん。 P ナウさん、奇数だって左利き。 SKE さんですね。 SKE48 さんだったら不器用太陽が好き。不器用太陽と愛してラブルとか片思いファイナリーとかめっちゃ好きでしたね。どのグループも、え、そうだ、春雨忘れ、え、絶対伸びてるじゃん。これ柔らかいの、柔らかいな、柔らかいのくなっちゃったな。不器用ゆき、不器用じゃないですよ、よく知ってるんだ。そう、全部のグループを、全部のグループちゃんと見てました。片思いファイナリー結構最初の方の曲ですよね。新潟も、新潟 NGT さんも好きですよ。なんだっけ曲名、なんだっけ、思い出せない。あ、じゃあ春雨代わりに食べます。はい、結構ガチだね。結構ガチです。いつお湯入れたの。これは配信始める前に入れたからもう1時間くらい経ってる。 STU も知ってますよ、もちろん。 STU さんも、あ、マックス時さん、 NGT さんですね。春雨絶対柔らかい、柔らかくなっちゃった、だいぶ吸ってるね。こう全グループ知ってる、全グループ知ってます。 OGS? おじさんおじさんだっけ、この握手会にいる。早く食え、ちょっと終わったら食べます。あと10分後に終わるので。青春時計、あ、 MV、 確かに MV もね。あ、でも CD 持ってるのはAKB と NMB さんと HKT さんですね、持ってるの。エリちゃんとおた話盛り上がりそう。そう、エリちゃんとアイちゃんも AKB めっちゃ好きだから、その二人とめっちゃ、ね、話盛り上がります。いろいろ曲知ってる、でも結構知ってる方だと思います。
SK さんの CD 持ってたから、ちょっと待って、ね、でもね持ってああった、ありました、不器用太陽、CD 粗大ゴミしないでよ、不器用太陽の CD を持ってます。 SK おっしゃったか嬉しい、お、じゃあこれ持ってるかな、 CD よく集めてました、でも AKB が一番多いかな。松井ジュリナ、ま、あ、松井玲奈さん、CD 懐かしい、もっといっぱいあるんですけど、そこに、そこの棚にいっぱい入ってます。持ってない CD がまずない、え、すごい、あとは NMB さんの CD も HKT さんもあります。一番好きなった SKE さんだったらこれです、不器用太陽が一番好き。 SKE 好きになったきっかけ不器用太陽、すごい、じゃあこれは早、あと5、6分で終わります。AKB48 グループの推し、全部のグループ、え、待って、だから DD じゃないんですって、本当にAKB グループ全体の推しだったら矢吹奈子さんです。山本美香奈さんも好き、 NMB もあるよ、じゃん、柏木由紀さん、ショートケーキ、私がオーディションで歌わせていただいた曲です、ショートケーキ、大切に大切に持ってます。そして人生で一番最初に、一番最初に自分で買った曲、曲じゃない CD がこれです、指原莉乃さん、可愛い、もうこの衣装本当に可愛くて、このピンクの衣装、アイズワンももちろん持ってました、あの埼玉スーパーアリーナのコンサート行きました、当たって、ゆりちゃんは7時から配信のケーキ、いいな、柏木由紀さんオーディション、そういらっしゃってめっちゃ緊張しました。あと3分、じゃあ一旦ランキング読みます。13位、椎葉雅弘さんありがとうございます。12位、太一さんありがとうございます。
11位、カラスさんありがとうございます。10位大丸さんありがとうございます。9位 KG603 さんありがとうございます。8位ともさんありがとうございます。7位、台湾香港、香港フォーコさんありがとうございます。6位アミちゃんありがとう。5位タタンさんありがとうございます。餃子だ餃子。4位あっちゃんさんありがとうございます。3位まえちゃんさんありがとうございます。2位てつさんありがとうございます。1位ゆいとさんありがとうございます。イエーイありがとうございます。朝早くからこんなに見てくださって、投げるつもりなかったのについ星一周投げてしまった。嬉しい、ありがとうございます。アイズワンありがとう。あ、バイト、あみちゃん頑張って、朝からお疲れ様。みんなお仕事とか学校とか今日も頑張ってください。またお昼配信するので、休憩の時間とかあったらまた見に来てください。ドボンは15分くらいやるかな、この配信終わって。この配信が終わって15分後と、次の配信が始まる15分後と、その配信が終わった15分後にまたやろう、ドボンの時間やろうと思います。二度寝はしようかな、ちょっと眠かったら。あ、だるまありがとうございます。みんなこれからお仕事が頑張りましょう。今日もドボン15分かそれ以上か、最低でも15分はやります。あ、伊沢さんハートありがとうございます。お昼も11時50分から見に来てください。お昼休憩とかに。ありがとうございました、朝早くから。またドボンで会いましょう。バイバイ、またね、またお昼、バイバイ。